はいどうも、のぼっけチャンネルです。えー、今回はですねあの、夜眠れない人に、夜瞬間的に、ね、眠れる方法というのを、ね、あの伝授しようと思います。というわけで、僕はこの方法でね、もう伸びたなんじゃないかってぐらいね、伸び伸びたなんじゃないかってぐらい瞬間的に寝ることができるんでね、もう簡単にすぐ試せることです。えー、まずその1ですね。あの、靴下を履きましょう。あのね、あの足元が冷えてるとね、眠れないんですよ。なので、靴下を 吐くことによっては血液の循環をよくします血液の循環を良くするとね頭の方にもね脳の方にも、ね、血がねよく巡るようになりますそうするとね人はすぐ眠れます。 でね、あの、もう一つ。あの、携帯は絶対にね、あの、いじんないでください。っていうか、あの、携帯をね、自分の枕元からね、かなり離れたところに置いてください。これ、なんでかって言ったら、携帯からね、発せられる電磁波みたいなのがね、あの、頭にね、あの、ギンギン来るとね、あの、安眠がね、あの、妨害されてね、眠れたとしてもね、質の悪い眠れになってしまうんです。だから、あの、携帯をね、なるべく離してください。その三、あの、豆球を消してください。あの、豆球とかね、あの、良くないから、あの、大体ね、暗闇の中でね、いくらね、 あの、ちょっと弱い光だったとしても、だんだん目がね、慣れてきて、それでも眩しいとかね、ちょっと刺激になることがある。だから、ちょっと怖い人もいるかもしんないけど、部屋はね、真っ暗にしましょう。で、その4、あの、風呂は、あの、寝る30分前ぐらいには上がってください。あの、風呂上がってから、その、直後の時間というのが一番眠れにね、スッて落ちやすい時間帯なんで、なるべくね、風呂は寝る直前に入ってください。で、その5、あの、風呂にいる時に、 上が風呂上がりの時にね、あの、足に交互に冷水と温かいお湯をかけるんです。そうすることによってね、さっ、靴下と同じです。血の巡りが良くなるんで、血の巡りが良くなると、すぐに眠れます。というわけでね、これらをね、あの、同時に全部試したら、本当に嘘じゃないかってぐらいすぐに眠れるんで、皆さんもね、ぜひ試してください。というわけでね、えー、ここまで2分です。素晴らしいですね。もう、すごい、情報、 めちゃめちゃ多い情報を短時間にね、詰め込みました。あのね、こういうことをね、知ろうとしたら多分、例えばさ、図書館に行ったりとかしてさ、いろいろ本を読んだりとか、あとは、なんかね、そういう他のね、YouTube の動画とかを何とかする方法みたいにでね、30分とか40分もね、話しててね、結局言ってることこれだけじゃねえかみたいなことよくあると思うんですけど、なんとね、K チャンネルではこの5、6個に及ぶね、めちゃめちゃ膨大な情報をね、わずか2分の間にね、落とし込むという、そういうことがね、 可能なんですよ素晴らしいですね。というわけで、こういうことでね、また30秒使っちゃったので、本末転倒なんで終わります。あ